こんにちは、しばです。今回はこっちかカメラ、コハロンさんにドッキリ仕掛けていきたいと思います。コハロンさんの動画の方に詳細載ってると思うんで、じゃあそっちの方を見ていただけると嬉しいんですけど、かゆいわ。めっちゃ緊張する。それではコハロンさんにドッキリ仕掛けていきたいと思います。全然繋がりません。ポンちゃんも来ないんだけど。もしもーし。ポンちゃんが来た。ポンちゃんが来た。お疲れ様です。あ、もしもし。お疲れ様です。あ、お疲れ様です。あれ、もしもーし。あれ。すいません。遅くなりました。ちょっと音声トラブルで。あれ、夏葉ちゃんの声がめちゃくちゃ小さい。なんでだこれ。俺の声聞こえてます？聞こえてますか？聞こえてますよ。あれ、もしもし、聞こえてますか？あれ、なんで俺らの声夏葉ちゃん聞こえてなくない？すいません、お忙しいところ。オッケーオッケー。いや、俺の声は、おい。俺は、なんでおめえの声だけ聞こえてんだよ。あれ、じゃあコアラさんの、どういうドッキリこれは。聞こえてますか？どういうドッキリ。マイク、そういう、そういうドッキリかいこれ。やめてよ、その俺の音量だけ絞るのは。おい、なにこの動画。おい。そういうドッキリってことこれ。やめてよ、そういうコラボは。いや、普通に聞こえてますけど。何をされてます？もしもし、マジどうなってる。いや、聞こえてるって、お前。いや、もしもし。お疲れ様です。あ、お疲れ様です。聞こえてますか？で、どういうこと？俺は？俺の声は？リアルどういうこと、はい、これ、はい、おいポンピー。はい。いや、なぜ俺の声は夏葉さんに届かないの？届いてたじゃないの今。いや、全然反応ないけどね。夏葉さん、はい、ほら、おい、夏葉さん、はい、いや、届いて、なぜ。いや、さっきはね、しかとしてだってことじゃ、俺の。どういう。喉の調子が。大丈夫ですか。ミュートします。なぜ。おい、何をしてるの、あの子、マジで。おい。マジで、どういうこと。お疲れ様です。いや、その毎回そのやめて、その自動音声みたいな、同じトーンでお疲れ様っていうのは。もしもし。実はちょっと相談したいことがあって。はい。今好きな人がいるんですけど。誰の相談ですか。今好きな人がいるんですけど。はい。男女の友情って成立すると思いますか。じゃあちょっとポンピーさんの方からお願いします。いやいや、まずはポンちゃんどう思う。私はまあ成立はするとは思いますけど、やっぱ男同性同士ほど仲良くなれるかというと私は難しいかな。あ、確かに確かに、なるほどね。うん。コアラさんは。いや、成立しません。わかりました。どういうこと。身長高くて面白くって年上の人ですね。おお、はい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 、ちょっと思い当たる節ありますね。小原海二です。どうも、小原海二です。喉の調子が。コアラ開始です。ちょっとミュートします。なんでだよ。ポンちゃんどう思う。何。俺、ごめん、ちょっと水飲んでました。いえいえ、ま
まあなんか恋愛の時期なのかなって思いました。なんでですか？いや、なんでですか？そうそう、いや、いいことじゃない？うん、あ、確かに確かに、なるほどね。え、どこが何が聞こえてますか？聞こえてるってさっきから。え、マジ何を してるのこれは？やっぱ大丈夫です。え、お前操作してんだろ。私はちゃうわ。してね。1番お疲れ様、2番大丈夫ですかみたいな操作してお前送ってんだろ。おい、お前番号を送ってんだろ。違う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 、いやマジで全然してねえ。分かったぞ。じゃあ下コアラカイジです。下怖い。じゃあえ、コアラカイジですっていうのは何番それ？マジで。でも察しいいぞ。高笑いボタン押すなポッペ。お前実名で呼ぶわ。だったらやめろ。動画使えなくしてやる。違う違う違う、はい、いやそんなピー入れればいいだけで、はい、うん、はい、ええー、ポッペ、はい、ぶっ壊れてるや。逆にどうですか？いや嬉しい、逆に嬉しい俺は。そういうナチュバちゃんで会えて。ミュートします。なんでだい。いつやろう、ちょっと待って、いつやろう、聞いてどうしよう。ちょちょ、またこの後お疲れ様で作るぞ。はい、お疲れ様です。お前今俺の振り聞いてから番号送ったの。違ういやマジで全然違う。うん、せーの、どっドッキリ大成功。何これ、マジで。お疲れ様です。いやお疲れ様です、もういいから。まず趣旨が分からないよ、このドッキリの。だから夏葉さんの録音した音声でも小原さん相手になら恋愛相談できるっていう。いや、いいえ。いや、いやでもトータル嬉しかったです。小原カイジです。どっち今録音かリアルタイムかわかんないから、どっちなのそれ。最初はなんか聞こえないドッキリみたいなと思ってたよね。あ、いや最初そう、なんかポンピートだけ話してるのずっと聞かされるドッキリだと思った。え、途中でナチバちゃんに指示出してるドッキリだと思ったけど、全部録音か。はい、いや、はい、全然恋愛相談、はい、適当で、はい、はいはいは。え、でも実際男女の友情って、間違えた、はい、実際男女の友情って成立すると思いますか？ええ、途中から聞かよ。私めっちゃ笑っちゃって。いや、途中笑い声入ってたよ。いや、そう、笑い声入ってたけどね。いや、あの疲れ様です、腹立つな、マジで。感情ゼロの腹立つな、ウィンカマジで。何これマジで。何回かイヤホンめっちゃ取れちゃったんだけど、はい、ということでドッキリ大成功ですかね。面白かったですよね。はい、ということで今回の動画はここまでにしたいと思います。小春さんの方にも小春さんの反応がバッチリ映ってる動画が上がってると思うので見てください。それではバイバイ。最後なんか流すと小原カイジです。